ただしオンラインの率は高止まりするはずだ。1割程度のテレワークは5割程度できるようになる。デジタル教育も1割程度の大学しかできなかったけど、それくらいできなきゃ大学だってもう潰れる時代です。 6% の e コマース率が中国並みの 20% に上昇するのも遠くある前、ハンコはなくなる、ファックスもなくなる、満員電車も名刺もいらない、 e スポーツは弾ける、ライブは投げ銭、買い物はライブコマース、飲み会はズーム、でもリアルスポーツは取り戻そう、フェスも取り戻そう。都市に住んで食住の席で密でリアルなリアルバーチャル、新しい集中と分散、新しい密と素のブレンド、そんなニューノーマルはコロナの前より素敵な世界。